韓国 KBS の最新マクチャンドラマ、スキャンダル、現代が KBS ワールドで日本初放送される。9月28日の先行放送を経て、10月9日より本放送スタートとなる。本国の KBS で今年6月に放送開始したばかり、世界を手に入れたかった女と復讐のために全てをかけたもう一人の女をめぐるミステリー&劇場を描く。赤い靴の脚本家ファン・スンヨン氏と蝶よ花よの演出家チェジヨン氏が意気投合し、その名に恥じないいろいろドラマとなっている。